NHK 受信料他社比較リストに、改めて NHK、誰が払うねん、がネットで話題。内容はこちら。NHK 受信料に対する一言が話題のようです。では、黒瀬慎さんのツイートより内容を見てみましょう。黒瀬慎。ネットフリックス、月額880円。アマゾンプライムビデオ、月額500円。Hulu、月額1026円。FOD プレミアム、月額976円。DTV、月額550円。YouTube、無料。NHK 受信料、月額1225から2170円。改めて NHK、誰が払うねん。まさに、誰が払うねん、ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。今のままじゃ500円どころか100円出す価値もない NHK。 NHK も受信料払わない人は見れないようにしてくれたらすごく嬉しい。強制にするならもっと有益な放送と国民に優しい料金設定にしてほしい。今の NHK に強制的に受信料を支払わなければいけないのであれば、せめて100円ですよね。次はこちら。NHK は職員の給料が高すぎます。本それです。ここは絶対に見直すべき点の一つですよ。次はこちら。こうはっきり見やすくしてくれると気づくことが多いね。こうして並べてみると一目瞭然ですね、わら。これは説得力あるね。そうですよね。今回のように他社と料金を比較すれば、どれだけ NHK 受信料が高いのかが一目瞭然ですよね。最後はこちら。エンタメ系コンテンツと公共放送としての内容を切り分けて、エンタメ系はサブスクリプションで見たい人だけ見れるようにしてほしいですね。見たくない人は払わなくていいようにすべきだわ。高すぎ。もう時代遅れなんだわ。すでに答えは出ているのになかなか動かない NHK。 コロナ禍でみんな大変なんです。国はもっとせかしてください。結論。新型コロナの影響でどれだけの人が経済的に苦しんでいるのか。 NHK はなぜそのことについて見て見ぬふりをするのですか。7000億円以上も売り上げがあるのですから、受信料を大幅に下げることは可能なはずです。NHK は利権なんて放棄して、国民のために行動してください。お願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。